よし、お疲れ様です。みどりはい、お前これテイク2やろ、音取れてねえからっつって。失礼いたしました。はい、やろう。はい、久々やでな。はい、あの視聴者の皆さん、今日ね久々にみどりとの撮影なんですけど、はい、ちょっとマジガチンコで重たい話なんですよ。はい、外弁ってケンちゃん、はい、って知ってるかな、視聴者。何回か動画になってるな。何本か出てます。出てるよな。はい、この人が働くいきさつっていうのは、はい、まあいろいろあって、動画で言えることも言えないこともあるんですけど、はい、まあね、久々に会って先輩と。はい、だったら、まあちょっとうちで営業やってみてくださいよってなったのか。はい、まあ、職人は無理だ。ピキアシマも、戸建てのピキアシマが LA もね、あの年じゃ無理だわ。まあ戦闘員でな、それだけ自分が今まで稼い取った金額稼ぐのは。あ、そうそう、いや、坊主みたいな給料だったらできるよ。はい、で49とかだったら、まあ、それだけ稼ぐ、50万とか稼ぐわけじゃん。うん、それだけのもん稼ぐんなら、はい、営業で結果出してくださいよ、みたいな。で、塗り替え道場の営業っていうのは、もちろん営業って言っても、広告とか、チラシ、ホームページ、YouTube とか、いろんな、まあ、イベントだとかで来たお客さんに、見積もり代が来て、それに行くのが、うちの社員の営業じゃん。はい、でそこに、まあ、相見とかかかったりして、いろいろ商談して、契約もらうのが仕事だけど、はい、ケンちゃんっていうのはその営業じゃなくて、そんなんでなかなか稼げんからね、40万50万じゃん。はい、もう本当に自分で新規開拓で飛びの会社を、それは49、50なんだから、はい、まあそれだけ飛び業界ずっと古いんだから、建設会社の監督とかも知ってるわけじゃん。あ、はい、でそれはあなたが今まで人を大事にしてきたんなら、それでお客さんぐらい多くでしょって、それやってみてくださいよ、3ヶ月っつって。はい、でまあ今日その3ヶ月なんだわ。あ、そうなんですね。今日ってか今月いっぱい。はい。ちょうど15日だろ。今日は X デーなわけ。はい。で、まあ今日話しましょうってなっとって、本当に今から、もう本当にちょっときつい話もしなかった。はい。本人はどう考えてるか、もう微妙なラインなんだわ。あ、そうなんですか。一回動画で2000万の案件出ましたみたいな言ったじゃん。はい。あれもボツったんだわ。あ、そうなんですか。しかもミスで。見積もりミス。あ、いや、どう考えても無理な値段で、はい、まあ、大体値段はこれぐらいだよっていうのを聞いとった値段が、例えば平米5000円って聞いて、はい、防水かなんかの話だろ、あれ。あ、はい。たまたま、飛びで営業行ってたんだけど、防水もあるもんでやるかなんか、そんな話だわ。あ、なんだけど、いや、そんな値段とてもじゃないけど無理だよって先輩って言って、はい、まあもう断りましょうやって言って断ったら、はい、結局、平米例えば5000円だった話が、はい、5000円は例えば手間代だけとか、うーん、例えば在庫あったら、もうちょっと複雑なんだけど、はい、懸念とか最初の回収だもんで、最初の全部何、下地処理っていうのがすごい時間があるわけな、ね、はい、古い床を取らなかったら、はい、でその費用は入ってなかった値段がなんかチラッと聞いとって、あ、まあ、とてもその値段じゃやれんよって、ケンちゃんって、赤字になっちゃうよって、はい、会社潰れちゃうよって、大赤字になっちゃう値段だったもんね、もう断っちゃったの、はい、ならまさかのそれはもうその値段だけだったみたいな、あ、工事値段だけで、上物だけの値段で、下地処理とか、もう悪いものを撤去する費用は入ってなかった。みたいな。はい。まあでも、まあ、結果主義者だから、塗り替え道場は。はい。うん、まあ、コメント欄は荒れるよ、絶対に。そうです。一生懸命働いたことない奴らが、SNS の寄生虫どもが、あの仕込みで言ってくるよ、絶対。SNS 寄生虫どもが、こいつはバカだとか、金で物言い合わせやがってとか、ああ、そうですね。たわけどもが言ってくるけど、はい、まあ、それは関係ねえこと話だ、はい。ビジネスだ。俺の金儲けじゃない。全社員の幸福のため、はい、塗り替え道場というコミュニティのためにね、はい、必死こいて働いてる協力業者も含めたら、もう今100人どころじゃないでしょ。そうですね。材料屋さんとかな。うちが潰れて困る人たちもいっぱいおるし。はい。ね。視聴者の皆さん。だから今日はもう激アツな話になるよ。はい。なこちゃん。はい。なこちゃん。お前の携帯だろ？携帯です。俺がそこ入れろって言ったから、お前がそこ入れたもんだろ。俺そこ入れろって分かった？違う。俺の言うこと聞かんとそこ入れて。はい。落としたんちゃうの？そうです。すいません。は？はい。楽しいな、YouTube やっぱ。カメラの前で人を怒るのが一番楽しい。カメラの前で人を怒るのが一番楽しい。まあいいわ。店長の話そばじゃ。じゃあきつい話になるな。はい。行ってみましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。6月15日ですね。はい。
まあ3ヶ月営業やるわと。で、まあ知ったもんだして喧嘩して今寝ながら営業活動して戦力はどうか分かんないですけど、あんまりどうなんですか。まあ手応えはないね、あんまねですよね。今日一杯飲んでから行くかな、けいちゃん。そうかな、そうしましょうね。まあ一応3ヶ月で、うん、っていう約束だもんね。まあそうですよね、うん、営業やって、うん、まあまあ現場出ながら大変だと思うんですけど、うん、まあ1件2件は取ったとしても、うん、1件2件何取ったんですか。あれ結構流れたでしょ、結構大きい話が。大きい話だね、うんうん、1件2件だね。元請けでいったら何社になるんですか。実際会ったところが2件だね、とりあえず。仕事もらったのが、うん、いや会っただけなんか、数カウントしてください。いやそれしないわ、会っただけだとドラあるわ気まずいな、けんちゃん。まあはっきり言ってくれても全然いいよ。いや俺の口からはさすがに言えんじゃないですか。先輩が決めることじゃないですか、それは。まあ、俺も言ったじゃないですか。だから3ヶ月いいっすよって、やりゃいいんじゃないですかって、結果出しゃいいじゃないですかって言ったじゃないですか。そうね。だから俺は別に、ね、何も言えんことだし、自分で、自分のことは自分が分かってるだろうし。そうね。まあまあ、じゃあ、辞めるかっていう話になるわね。やめる、うん、本気で。まあまあ今日付けですもんね、本当に。そうだよね。まあ俺は。けど今、まあ正直俺は分かんないですけど、現場は出とるじゃないですか。で、まあすごいいい顔してやってるじゃないですか。楽しそうにね。うんうん、だまあ今言って、まあね、現場のあれは、まあ、こういう言い方すると失礼だけど、まあね、その分働けとるのかどうか分からんけど、まあ今まあまあやってくれてるじゃないですか。うん、でそれプラスやっぱ雰囲気が良くなったよね。うん、やっぱ足場半の。すごいみんなに気使って上手にやってましたよね。で俺はもうやめんでもいいんじゃないですかと思うんですよ。まあ、他行ったらもっと金にはなるかもしれんけど、まあ、楽しそうにやってるじゃないですか、ね、と。それは楽しいのは楽しいね。でまあその営業の目っていうのは完全に消えたわけじゃないじゃないですか、うん、まあ、現場出てくれば最低の経費で出してくれたもので、うん、それやりながら活動しやもういいんじゃないですかって思うんですけど。そうだね。どうなんですか。でもやめるじゃあ何ですか。いやいいですよ、やめるはいいんですけど、それ子供みたいなこと言ってもなんでやめるんですか。やめるならやめるでいいですよ。俺は別に本当にやりゃいいと思うんですけどね。うん、いやね、まあ、その、よそがね、まあ、値段が出とるし、あれがあるし、まあ、乗り換え道場のメンバーがつまらんってなったら、まあ、あれですけど、うん、まあ、楽しそうにもやってるし、結構実習生にも教えたりしようじゃないですか。うん、結構本当仕事できるようになってるじゃないですか。うん、で、やっぱ積み込みとかは早くなったって、ショーもめちゃくちゃね、褒めるじゃん。この間会った時も言ってたじゃないですか。うん、でも、ケンちゃんぐらいですよって、積み込みとかも率先してやっとるのは、で、実習生もケツ叩いて、やっとんのはケンちゃんぐらいじゃないですかって言っとるで、俺は別に、いやでもそれでもどうしてもやっぱ俺はもう職人も抜けたいし、まあ、どう行って現場出るなら2万とかクレーンとやれんよだったら俺はちょっと厳しいかもしれないですけど、でここでやりながらあと3ヶ月6ヶ月やって、やっぱ営業の目っていうのを見ながらやるのもどうなんですか。うん、そうだね。まだじゃあ3ヶ月後にこういう動画ってこと。もう次はない。いやいや、まあいやもう3ヶ月じゃなくていいんじゃないですか。いいんすか。別に、いやこの現場出とるうちは別に俺は何も多くないし、うん、でみんなは褒めてますよ。ほんと俺も一応あの今日なる前に一応全部下調べはしたんですよ、うん、どうやけんちゃんって。俺はまあいいメンバー、子さんメンバーじゃないけど、うん、若い子たちがおって、うん、ちょっとね年齢いったりとかおって、うん、俺はいいと思うんですよ本当に。うんうん、そうかな。いいんじゃないですか。でもマジでやってみますマジで頑張りますよ。いいっすか。はい、まあやりましょう。まあ、まあその金の話はまた次さて大きいですけど、まあ、なかなかね16だときついのもあるから。金の話は別にいいんですよ。自信じゃないけどさ、うん、でもいや後からついてくると思ったら。いや俺はまあ本当に後からついてきたなと思うんです。だって俺一回も本当視聴者の皆さん本当にね一回も金の話したことないし、あ、はい、うん、一回もだってよくコメントであるわ、うん、なんかこんなブラックだどうのこうの。でもそれ俺は当たり前のように16、18からやってきて、うん、俺でも本当に一回も金の話はしたことない。だから応援で来とるだけだもんね。うん、そうだね。みんなうちの正社員っていうか、まあ、職人たちはドバテやてってドバテやてもらっとるけど、ドバテやてもらってないし、常、うん、用でねよそ行きゃ、そりゃ、ね、そんだけ今コロナで暇かもしれんけど、うん、2万円行きゃもらえるし、うん、でもその話を俺一回もされたことないね、うん、この会社納得できんってことは一、うん、回も言われたことない。本当にこれは本当に、うん、でこの間もなんか残業だで、まあね、元請けから出たやつだもんでいいっすよっていう、まあ、ジムの方に行ったらそれはもらえんだろうみたいなことをわざわざ連絡してきましたもんね。うん、そうだね。いや、それはいいですよ、もらってた。最初の約束があるね。まあでも本当に、まあここから活躍楽しみですね。そうだね。でも本当にね、
まあいい関係になっとる、足場の職人たちとは、うん、でいい意味で良くも悪くも俺が入ってないことでやっぱりミッチがおった時のね厳しさとまたちょっと違う緩さもある。確かにまあそれはまあみんなが一つ一つ成長していけることなんで、まあ、もういいんだけど、今日明日すぐ変われってことじゃないけど、まあでもちょっとずつ変えてからなことですよね。そうだね。まあやりましょうか。はい、頑張ります。なんですかその言い方、ビクトモシン知らん本当。まあ視聴者の皆さんはじゃあまあこういう決まりでいいですか。頑張りますよ。まあでも、まあ無期限一応、まあ年内でしょうか。年内ね。あまあこういうネタばっか使ってもいたんで、今何月？6月だろ。6月です。ちょうど年内やんいいですか。半年って、まあ、やっぱ最終的には営業やる気あるんですよね。いや俺もそうの方に、ね、あの重きを置いていきたい。まあ、俺も本当に、まあ、視聴者はまたこれ叩かれるかもしれんけど、俺も本当にトシ君とかにも言ってるけど、いや、いつまでも現場続かんよって。で、俺は今の給料は絶対払わんよって。もう払え。払わんじゃなくて、払え。50、60になって、体動かん人間に2万円に2万何千円払って。まあ、そりゃそうだよね。うん、やってなんぼなんだろう、ね。そうそう。他の飛び会社は、イケイケの若い子たちばっかおって、じじいがおらんくて、で、うちはじじいが4人も5人もおって、まあ、そいつらのラリクラリやっとるじゃん。それは金になるんじゃないですか。だんだん、仕事も少なくなってくるもん、ね、そう、少なくなってくるんですよ、うん、単価上げていくしか仕事できんもんね、うん、まあ、そこはやっぱ道作ってくださいよ。さすがに今日はね、やっぱその3ヶ月のこの日だからおとなしいんですか。そう、さすがっすね。つまらんすもん。シュンとしてます。シュンとしてますどんな結果になるかなと。まあいい話になったんじゃないです。そうです、ね、俺本当にちょっともう本当に辞めるって言うかなと思ったんですよ。ケンちゃんプライド強いじゃないですか、うん、俺辞めるって言うだろうなとは思ったんですけど、うん、まあでも勝つとか負けじゃないけど、うん、結果出ず負けたまんまはやめれんで、うん、まあそうですよね、うん、ここからもう一回奮起して仕事取って、うん、まあでも話は動いてますからね、ぶっちゃけね、うんうん、半分動画でネタでこうやってバーって言っとるけど、うん、まあ、話は動いてますもんね。そうだね。あとはそのタイミング、うん、その仕事が出るタイミングもあれば、うん、そこを取れるかもしれない。それがでかいか小さいかは、うん、まあそのタイミング次第なんだけど、うん、それがねちっちゃいのしか来ないかもしれんし、まあそうですよね、うん、そこはまあタイミングだよね、うんうん、まあそうやん、2社3社ね、また増やしていけばいいんじゃないですか、うん、はい、じゃあ視聴者の皆さん、まあちょっと長なりましたけど、まあ、ほとんどカットだけ短いかグダグダね、グダグダになりましたけど、まあまたいろいろあ、マッチングサイトな、来期とそのマッチングサイトと、まあ6月、今今日6月15日ですけど、6月いっぱいではもう出来上がってくるみたいなんで、あのプレオープンみたいな形で、まあ、まずずっと無料で使えますんで、ぜひそちらの方登録よろしくお願いします。あと求人マッチングね、もう本当にね、今求人はあの仕事ないから絶対やった方がいいよね、忙しいところは。本当ないとこはないって言ってるんだよ、聞いてると職人は行って今、まあ、生でも集まるわって言ってるぐらい。本当、うん、まあ、うちは足場の職人もバチバチ募集しとるんで、はい、うん、あと関東の方もね、あ関東、横浜か、あの横浜であの協力業者ね、そこはもうちょっと今すぐ従業員じゃなくて協力業者で、まあ、2、3人ぐらい固まっとるところでちょっと一緒にやりたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。またねー。